い、儲けるための価格設定なんですけれども、まずね、女性起業家の約7割の人が年収が100万円以下っていうふうに言われていて、これデータが取れてるんですね。ですっごい残念なことに、これってもう本当に商売のいろはを全く知らない状態で始めるとこういう形になるのかなっていうのはなんとなく想像がつきます。そして100万円以下だったらぶっちゃけね、パート行ってた方が楽だと思うんですね。なのでこれはもう本当に回避していかなければならないことだと思うので、そうするとなんでかなって思った時に、やっぱり値段の価格の設定の仕方っていうのがめちゃめちゃこう消費者マインド、自分が消費者の気持ちになっちゃってつけてる場合が多くて、もう全然儲からないなっていう値段の付け方してると思うんですね。で、一番こう簡単なのは、安く仕入れたものを高い値段をつけて売るっていうのが一番いいわけですね。そのためには付加価値をきっちりとつけて、これはこういう付加価値があるからこの値段なんですよっていうことがうまく説明できる人っていうのはやっぱり商売上手だと思うんですね。でよくね、10円でか仕入れたものを1万円で売る人はなんかすごいアコギな商売してるよねとかっていうふうに言われるかもしれないんですけれども、でもそれっていうのはすごくビジネスセンスがあるし、または頭がいいとか、どうやったら人が買ってもらえるようにしてるかなっていう仕組みがあったりとかっていうことで、その10円で買ったものを1万円に見せる、デザインだったりとか、価値だったりとか、また説明だったりとか、誰が売ってるかによって、変わってくるのが商売なわけですよね。だから皆さんも、もう本当ゼロの価格のものをどうやって付加価値をつけて高く売っていくか、そうすると高く、売れば売れるほどいいお客様がどんどんついてくるってことになりますので、ビジネスもどん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 うまく回りやすくなるんですね。でも逆に安いお客様をたくさん集めてしまうと、クレームが多かったりとか、なんか文句つけられたりとか、なんかマイナスなことを書かれたりとかね、することになってしまうので、その辺がこう、ね、どういったお客様を集めるかっていうのはやっぱその価格に比例してくると思うので、価格の付け方について今日は勉強していきたいと思います。